あなたの目の主治医、眼科医の大原ちかです。今日は YouTube 動画にコメントが入っておりましたので、そのコメントの質問にお答えしたいと思います。コンタクトレンズをつけたら毎回充血をしてしまい、朝起きても充血が引きません。使用時間も頑張って減らそうと、朝は家を出るギリギリにつけて帰ってきたら取る。で、洗浄もしっかりしているはずなのですが充血しています。痛みや、かゆみはありません。どうしたら治るのでしょうかっていうご質問についてのお答えをしていきたいと思います。まずはですね、ご自身の、いつもずっと言ってますけれども、コンタクトレンズの素材が本当に大丈夫なものなのか、シリコンハイドロゲル素材なのかっていうところをまず一つポイントです。もしそうでないものであれば、かなり乾く素材ですので、ぜひちょっとシリコンハイドロゲル素材に変えてください。あとはコンタクトの例えばデザインとかサイズによって合う合わないがあります。こんなこのレンズは全部充血するけど、このレンズは大丈夫っていう場合もありますので、どれが一番充血しないのかっていうのを見つけるために、いろいろちょっとトライしてみる。で、眼科クリニックによってはお試しレンズをお渡ししてくれる、うちもそうしてますけれども、レンズをお試しした上で買っていただくことも可能ですので、例えばこのレンズはどうか、このレンズはどうかっていうのを試してみるのがいいですね。ただ眼科クリニックやコンタクトショップの、併設のクリニックにはトライアルレンズっていうのがないと、患者さんに渡すこともできないし、動きを見ることもできません。ですから世の中の商品すべてが揃っているわけではありません。なのでクリニックによって取り扱いの、例えばレンズの種類、あとメーカーとかもチョイスが違ってきますので、あといろいろこのクリニックだとこれしか試せないとか、ああいうこともあり得るかもしれませんけれども、ご自身が通いやすいところでいろいろ試してみて、どれが一番充血しないかっていうのを確認してみてください。あとはコンタクトをもし買った後何かトラブルがある、充血する、ゴロゴロするっていうことがあった場合には、結構店舗によってはですね、コンタクトを開封してなければ交換してくれるショップもありますし、開けてても交換してくれるところもあります。ですから諦めずに、もし買った後諦めずにですね、交換することができるのかっていうところをまず買ったところに相談してみて、もし交換が可能であれば一番いいものを選んで交換していってもらう。あとは、もちろんドライアイがあっても充血してしまうってことはあります。もともと涙の質が悪いと、やっぱりレンズを乗せることで水分吸い取られて充血しやすいとかっていうこともありますので、もともと土台にご自身の目の状態大丈夫か、もちろんこれは眼科医でしか分かりませんので、眼科専門医の方にチェックしてもらってください。で、点眼をしながら、やっていく、コンタクトをしていくって方もいらっしゃいます。本来なら点眼をしながら続けるってこと自体は良くないことではあるんですけれども、どうしてもちょっとコンタクトを続けたい、乾燥感を治療しながら続けている方もいらっしゃいます。ということでポイントは3つ。まず1番、素材の見直し。2番、自分に合ったコンタクトレンズを探す。例えばカーブ、あとは、サイズ、あと商品によって違います。3つ目、目の状態が大丈夫か、ドライアイがないかどうかを眼科で見てもらう。この3ポイントを中心にちょっとやってみてください。あなたの目の主治医、眼科医の大原ちかでした。